ジオ僕ゲームでございます。ウリアプリ2019やっていきましょう。ということで今回ですね、毎週恒例11回ガチャ回して当たった選手で即試合格やっていきます。ルールは2019バージョン適用、ガチャで出た一番左側の選手が、対象選手ということでね、この企画においてやはり求められることとしては技術力、そしてメンタルね、気持ちの部分、あとは即興性、選手のね、そのポジションのところとかどこで一番活かせるか、そう被ってくることとかもあるんでね、とにかく今回はそういうねハラハラドキドキな、またとこもあるんですが楽しんでいこうと思います。さあということでやっていきましょう。早速ですね、1回目からチャレンジですよ。チャレンジガチャ、チャレンジ1年生ってあったね、今もあるのかな。なんかコラショみたいなキャラクターがいましたよね。さあ1人目は金だ、金でマックスグラデル、マックス来たよ、マックスマックス、まずはねスピードスターのマックスが来ましたよ。マックスと聞くといないでも思い出すけど、さあ2回目は金で、もう一度金か、もう一度金から、おセマリア姫です、センターバック、よしよし、これで今ウィングとセンターバックが揃った感じ、まあまあの滑りですね。センバとフォワードで、ここで中盤出てくれればそれは最後、おお金が出るね、金が出せ、金をしっかり出せていく、おベルフハウス来ました、フェイエノルト、スティーブンベルフハウス、サイドはかなりいい状態になってきた。ここからまああとはセンターフォワード、よし、今回レジェンドも結構多いからね、ワンチャン来る可能性もあるけど、ハメス来ましたね、いいね。ここからまあ司令塔タイプで繋いでいくっていう感じかな。で2列目からの飛び出し持ちなんでオムフ安定かな。 OMF OMF 熱いね。さあということでいきましょう。これで今4回分ぐらいいたのかな、これ4回目、いや違う、これ4回目か、違う5回目か、あれこれ5回目か。ルベン・ドゥアルテ、サイドバック、左サイドバック、着々と揃ってきましたね。今回は今のところ黒玉1人か、ハメス1人ですが、もうそうだね、最低限やっぱ金のところは出していきたいな。おお、アルトゥール、嬉しい、来たぞ中盤ね、アルトゥール、僕の大好きな選手ですね。やっぱプレイメーカー、これもいいよね、ちょっと低い位置からボール運んでいくと、よし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 、これでね、中盤はちょっと回しやすかったね。アルトゥールの加入はかなりでかいぞ。さあ、ここで、もう一度、金を引く！おー、ルカス・バスケス！シャー、シャー。あとは、センターバックだ。あと、ゴールキーパー。そして、でもどうだろう、センターフォワード。でもやっぱディフェンスがゴールキーパーあたりかな。狙いは。そこ揃えれば、おー、リノベク・ジュリ来たー、新登場レジェンド来ましたね、ジュリ。ドリブル86で、瞬発力とボディコントロールかなり高い、ためが作れますね。ダブルタッチ、ワンタッチパス、ワンタッチシュート、スキルめちゃくちゃ優秀、2列目からの飛び出し、いやこれでかいぞ、よっしゃよっしゃ、なんか嬉しいですね、新レジェンド獲得と。11回ガチャ前回もだったけどね、確か引きが結構良かったんだよね。うおー、ちょっとすいません、びっくりして規制を上げてしまった、規制を上げたが、そこで来る雷は誰が、うわマジか、やっぱロマーリオ熱っ、これは熱いぞ、多分レジェンドのセンターフォワードの中でもトップクラスで強いかな、ロマーリオ。スタミナってここキック力からボディコントロールまでもあるし、ボルコンオフェンスセンスも高い。さあ残り2回ですね、今回ただちょっと攻撃が多いかな、ここら辺でディフェンスを出したいところ、ディフェンス、おお黒来た、さあまあディフェンスかゴールキーパー来れば熱いけど、おおベルナーベルナー、ちょっと前回も来たぞベルナー、前回に引き続きベルナー登場、嬉しいんだが、これ誰かがディフェンスしなきゃいけない。そしてバランも引いてますね、2枚引き黒玉。さあということでラストですね、今回もなかなか引きがいいけど、バランスの引きで見たら、そうだね、ポジションバランスで見たらそんなに良くないかもね。さあただ黒玉雷ね、ロマーリオがガチで驚き、うおマジか、黒最後の最後終盤でかなり、おっゲラボルト、
黒玉ね、昇格しましたね、27アップデコ。11回ガチャはね、引きが結構いい感じになるっていうね、なんか都市伝説的な、都市伝説ではないけど、なんかあるんですよね、ちょっと。はい、ということでね、早速、ちょっとチームの方を組んでいこうと思います。いきましょう。さあ、フォーメーションの方組みました。フェルナンド・サントス監督、今回起用でね、4-1-2-1-2。まあ、攻撃力のところかなりあるんでね、ベルハウスサイドバック、そしてね、マックスキーパーに来た適正ガイオスが頑張っていきたいと思います。ジュリーとアルトゥールは不調ですね。ただ、真ん中のところ3枚は普通以上保ってるね。他の選手も OK。ヒメスに関しては絶好調。お相手が、ロナウド FP いますね。そしてマノラスがいて、グリズマン、サラ、ネイマール、デブライネ。OK、よろしくお願いします。左サイドから右サイドみたいな感じでいきたいと思います。落ち着いていこう。さあ、これロナウドやだな。打ってくる？あっぶね、やめて。うわあ、ロナウドやだな。打ってくる？あっぶね、やめて。うわあ、やられたー、マジかー。ロナウド狙ってきたねー、あそこ。はい、よし、ナイス。こっち、ナイス、ベル、うわ、惜しいね。まあ、でもあそこまで行ったのでかい。おい、ナイディ、そんなだな。このこれ取れないか。ここ2階でロナウドいい動きしてるな。まずイメージ間に合うか。シュートせんな、やらせない。オーケーオーケー、危ねえ。体勢が悪かったで助かりましたね。まあ、この泣いても笑っても一発勝負ね。ここで、ベルナ、勝てるぞ。さっき。ジュリー、相手が早いか。リカ、くっそ、球際で負けてるな。アルトゥール、さあ、今日。読んでるもんね、カンテが。もう一個奥、ナイス。もう一個いる、バスケス決めよう。よし、ナイス、奥、ナイス。もう一個いる、バスケス決めよう。よし、ナイス、オッケーオッケー、ナイスバスケス、最高だぜ。よし、はあ、ちょっと深呼吸しよう。バスケス、ナイス。自分が想定してた作戦 B のプランとは真逆に真逆の点の取り方したけど、右サイドから左サイド、それの方がありか。じゃん、ナイス、ハメス。ああ、ボアディング早い。ボアティングのあれ速いわ、フィジとスピード。 OK、 ここあんまり食いつくな。サイド来たけど焦るな。サラはスピード縦ちぎってくる可能性 78%、 78% 外していく、危ねえ。よしよし、もうね、何を言ってるかね、途中からわからなくなってる自分も局面局面でね。アルトゥール、あ、これ縦いいよ。さあ、ハメス、そう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 、でここだ。うわ、ベルフハウスで仕掛けるという。お、やばいやばい、ラポルト粘れ、よし、ナイス。お、通る、来た、行こう、よいしょ。ロマリオ決めろ、落ち着け。いや、ちょっと待って、やばい、逆にカウンター。これ後半がかなりきついな、スタミナがなくなってるもん。さ、いや、さら
大丈夫入らない。うわロナウド決め、大丈夫入らない。うわロナウド決めるか、ロナウドさすがだな、そこ決めてくるか。まだ俺は諦めてない。26か。うわーもうマジか、うわーもうマジか、あーくそー課題だらけだ。守備がアカン。決めろ。いやーマジかー、くそー負けた、あー負けちゃいましたね。いやー課題だらけです。まだまだ実力足りないといったところで悔しいですがね、ちょっとハイライトを見ていきたいと思います。いやーこれねちょっとポストでここ惜しかったね。ちょっとマックスがねハンドのところやっぱりキーパーじゃないところでねちょっとやられちゃいましたけど、まさかねロナウドここから打ってくるとはちょっと思わなかったね。アウト回転かかって絶妙なところ飛んでるもんな。惜しかったですねこれ。こちらが決めた1点分はね良かったんだけど、ここねヒールで、で最後もう1回バスケス余ってるとこ出せたの良かったけど、その後とかでねやっぱりやられてる部分が多かったんで、僕はもうちゃんと読んでいかないとやっぱり縦だけじゃないよっていうところあったんでね。いやでも自分の課題がまだまだ見えてきたので、やっぱ守備の部分、攻撃のアイディア、やっぱこのね企画いろんなことが試されますね。技術力、メンタル、即興性、またね、やっていこうと思います。次はですね勝ちを目指して、まあ、実力を上げて頑張っていきたいと思います。ということで今回皆さんご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら、バイバイ。ご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。ドスクイピープル。